天皇院は埼玉県久喜市本町一丁目にある総統州の寺院である。本山は山梨県に所在する高源寺であり、1523年に妙館によって開かれた総統州の寺院である。行事として5月7日8日が祭日となっている鈍う様の祭りがある。鈍う様とは子育て鈍うとも称される子供の守り神である。 過去には境内に、岡子堂が所在し、清憶地区、江面地区などから老人が集い、飲み食いをして楽しむことも行われていた。また、ドンリュウ様には、ドンリュウ様に、弟子入りすると丈夫に育つという伝承があり、体の弱い幼児が、弟子入りし、弟子入りすると、男児、女児の別なく7歳まで坊主にして過ごした。境内薬雲神社薬雲神社は、 天皇院の境内に所在する神社であり、旧区基調の総鎮守である。元は天皇院の別院として祀られ、天皇宮と称されていたが、明治初期に行われた神仏分離によって1873年3月に、祭神は天皇院より宇治子へ移され、その際、天皇宮より八雲神社へと改称された。七月十二日十八日に行われる区期の町鎮祭り、 天皇様は、この八雲神社の祭典である。この他の祭礼は、1月1日、最短祭、2月1日、正月祭、7月12日、杜御祭、7月15日、礼祭、7月18日から、観光祭、毎月15日、月次祭が挙げられる。また、神社の遺書書には、江戸時代に、九鬼藩藩主予熱氏の信仰を集めていた檻が、記されている。 このほか、教法年間の社殿の再建、文化年間の御輿の新調についても記されている。御輿に関してはこの後、1837年及び1897年にそれぞれ修繕が行われており、1980年に全面修繕が行われた。ありがとうございます。